ラです。今回はですね、絵は独学で上達するのかっていうお話をしていこうと思います。まあね、この動画見てくださってる方は絵描いてる人とか絵が上手くなりたいって思ってる人がねいっぱいいると思うんですけど、その中でもねやっぱ思う疑問で、独学一人で勉強して絵って上手くなるのかなっていう質問とかね意見が結構来るので、そのことについてお話をしていこうと思います。まずまあ独学の前提として講師がいない、まあ画塾とかスクール、そういった芸術系美術系の学校に行ってないけど大丈夫かっていうところを前提にお話ししていこうと思います。まずね、独学でデッサンとか勉強する上での最終目的を決めることが大事です。最初に結論を言うと、独学でももちろん上手くはなれます。その人の努力次第でね、もちろん上手くなれるんですけど、その目標、最終目的地によっては難しかったりとか、勉強を教えてもらったりした方がいい場合とかもあるので、そのことについてお話していくんですけど、まあ先に言うと私は独学ではありません。小学校4年生から高校大学と絵描く学校に行きながら、その同時進行でね画塾っていう絵の塾も行ってきたので、私は独学じゃない派なんですけど、私の知り合いで絵の学校も行ってないけれども、プロの画家さんとか絵で食べてる人っていうのは結構いるので、まあ最終的にイエス可能かで言ったら、独学でももちろんプロ級までにはなれると思います。まあ、そういう人を実際に見てきてるので、まあその上でまず大事なのが最終目標を決めることなんですよね。例えば独学で上手くなりたいって言っても、リンゴ1個がうまく描けるようになりたいっていう人と、プロのアニメーターでやっていきたいっていう人だったら、多分その練習方法とかレベルとかも結構違ってきたりするんですよね。なのでまあ質問とかでね、独学でも上手くなれますかってすごい来るんですけど、何を独学で勉強しますかっていうふうに私は結構聞いたりするんですよね。その友達の顔を描くのに上手くなりたいからっていうステージなのか、もう本当世界で活躍するぐらいのプロになりたいっていう目標なのかっていうね。だからなので一番最初に大事なことは、自分がどのゴールラインを切りたいかっていう目標を決めることなんですよ。例えば受験に受かりたい、でも独学っていけるのかなとか、自己満足で描きたいからとか、まあ、周りにね絵が上手いって思われたいからとか、コンクールでね賞を取りたいから独学で頑張りたいとか、まあみんなそれぞれ絵を描く目的とか目標とか思いって、そう、その人分あるんですよ。みんなそう、それぞれのね目標とか意見とかがあったりするので、そのゴールを決めるってことがまず大事です。なので絵がなんとなく上手くなりたいけど独学でいけるのかな、なんか絵描きたいなってちょっとふわふわってした感じの人は、どういう絵を描きたいのか、どういう人になりたいのかっていうことを最初に決めてみることをお勧めします。なのでまあ独学の場合だと、まあ先生もいなければ、そういう学校とか環境とかもなかったりするので、本当に自分の精神との戦いになるんですよね。今日勉強いいかなとか、めんどくさいし今日は絵描かなくていいやみたいな感じになっちゃったりするんですよ。学校とか画塾とかに行ってると、もう嫌でも授業が始まるし、嫌でも先生にアドバイスされるし、書く気がなくても授業で課題で必要だから絵は描かなきゃいけないしっていう状況があるんですよね。なのでまあ独学の場合だと、勉強でね上手くなったりとか、プロの人とか周りにいるけれども、やっぱ精神的な戦いになるので、精神的にね、うわもう今日絵描くのめんどくさいなって時に、やっぱモチベーションに繋がるのって、その自分の目標だと思うんですよ。あ、でも私はこのために、この夢のために頑張るんだとか、この受験のために頑張るんだみたいな目標が大事なんですよね。で、まあ私ね、今までこう、絵の上達法とか、絵が上手くなる方法って、もういろんな動画とか、記事とか、ブログとか、ツイッターとかで喋ってきたんですけど、その中でも結構絵が上手くなるに近道できる、絵の成長に必要なことって、影響力なんですよね。他人の影響を受ける。これすごい大事で、まあ絵だけに限らないかもしれないんですけど、一人で描いてると基本的に独学の世界って、もう自分との戦い、もう今日だるいけどでも描かなきゃ、この目標のために頑張らなきゃっていう自分との戦いになっちゃうんですけど、学校とかだったら嫌でも友達の絵も見るし、嫌でも先生の絵も見るし、先輩の絵も見るしっていう、その周りからの影響をすごい受けるんですよ。で、結構まあ画塾とか行ってる人わかると思うんですけど、例えばね、デッサンとか描き終わった後に、こうみんなでね、最後好評って言って、その自分の作品を壁にみんなの分を貼り付けてね、先生がね、ここの何々さんは良かって、ここの何々さんはこういうとこした方がいいよみたいな感じで、みんなの前でみんなの絵がね貼り出されて評価されるっていうのが結構よくあるんですよ。その時に私はね、自分だったらこここうやって頑張って描けたけど、いざね目の前になってみんなの絵が並んだ時に、あ、私のここ描けてないなとか、あ、でも何々ちゃんのあそこの瓶の描き方めっちゃ上手いなみたいな感じで、こう自分の絵を客観視できるんですよね。で、それと同時に周りの人の絵の影響も受ける。だから自分はじゃあ、あの次は何々ちゃんみたいにこういうところを気をつけて頑張ってみようみたいな感じで、
その成長につながるんですよ。独学じゃない場合ね、学校とかに行ってる場合は。じゃあそういう部分を独学の場合はどうしたらいいのかっていうと、私は SNS だと思います。もうね、周りに友達でね、絵描いてる子がいるって場合は別なんですけど、独学で勉強する場合は、もうガンガン SNS とか、Twitter とか、絵描いてる人とかっていう人にもアドバイスをね、ガンガン求めてみるってこともすごい大事かなっていうふうに思います。で、実際に私も、絵は習ったんですけど、その、ゲーム業界にね、昔ちょっと行きたかったんですよ。その時もゲーム業界の話ってわからないし、ゲーム業界に行ってる周りの人間っていなかったので、当時ね。なので、もう誰から教わったらいいかもわからないし、先生も絵描くのは上手い先生だけれども、ゲーム業界の話はちょっとわからないっていう人が多かったので、もうその部分に関しては独学で、実際にゲーム業界で働いてるデザイナーさんとか、プロの人とかにもう失礼を承知で、めちゃめちゃ DM 送ったりとか、めちゃめちゃリプライ送ったりとか、私の絵見てください、私の絵見てください、私の絵はこういうゲーム業界に通じますかねみたいな感じで聞きまくったんですよね、当時学生の時ね。まあそんな感じで、まあ絵も同じで、実際に描いてる人とか、自分がね、うまいなって思う人に聞いてみる。まあ失礼承知ですよ。なんだこいつって思われる可能性もあるけど、そういうので私はこう自分の知識を蓄えていってました。うん。で、私もね、実際こう、今もね、結構来るんですけど、絵のね、評価とか、あとデッサンどうしたらいいですか、ここなんか変だと思いますかっていう風にね、添削とかっていうのもいろいろやってるので、ツイッターとかでもね、全然お話はします。文章とかでよければ。なので、上達法としては周りの刺激をもらう。だからつまりその友達の絵見たりとか、SNS で別の人の絵見たりとか、同い年の人とかの絵とかすごい刺激になるしね、私と同い年なのにこんなに上手いのとか、年下なのに仮面師じゃんとか、もうそういう影響を受けまくることで、自分もその絵にね、こうプラスプラスで足してって、影響を受けまくって自分も上達するっていう方法で独学は全然勉強できると思います、私は。でもそれはさっき言ったように本当にレベルによると思うんですよね。本当に私個人の意見なんですけど、絵上手くなりたいとコンクールとかの場合はもう SNS で来まくったりっていう方法もあるし、でもこの難関芸術大学とか難しいところになると独学でね頑張ってる人ももちろんいるけれども、その知識として画塾とかに行ったりしないとわからないっていうこともあったりするんですよ、私の経験上なんですけど。まあ例えばね、円柱あるじゃないですか、デッサン基礎って言われてる円柱で、その円柱って普通に見たままいつも書いてたんですけど、画塾に行って教わったのが、見てる目線ってデッサンのモチーフって基本的に自分の目線よりも下にあるよねって言われたんですよ。確かにモチーフね、円柱描いてくださいって出されたらこうは見ないですよね。だいたいこうあるから、その上から見てるから、円柱のこの上のカーブよりも下のカーブの方が深くなるんだよっていう風に言われたんですよね。私はその時ね、自分でこう見たまま円柱をふわーって描いただけだったんで、あ、そっかみたいな、そんなちゃんと見ないとわからなかったし、知識として頭に入ってないと、あ、そっか、円柱は下の方が深くなるんだっていうことをそこで教わらなかったら、私は多分同じ浅さで描いてたと思うんですよ、全くわからなくて、ね、だからそういうところは実際並びに行ったりとか教えてもらったりとかした方が身につくかなっていう部分もあります。でもそういうことだと、いやだったら結局合宿行かなきゃダメじゃんとか、知識が必要じゃんって思うので、私はそういう、習ったことっていうのを全部この YouTube とか、私がやってるブログとかサイトの方で全部、もう私が習ったこと全部をこっちに反映させてお話ししてるので、こういうところで、まあ SNS はね、ほんと私以外にももう今いろんな人がね、絵の描き方とかデッサン講座とかいろんなことやってらっしゃる人がね、無料でやってる人がいっぱいいるので、そういうところから学べるのも今の時代はね、独学は私はいけると思います。うん。よくね、TOEIC のテストとか英語のテストとかも今 YouTube があれば十分っていう意見とかもすごいよくね聞くので、まあ絵もね、同じかなって思うんですよ。ちょっと話ずれるんですけど、私が YouTube 始めた理由って、私が学生時代の時って YouTube はこんなに絵のこと教えてくれる人がいっぱい世の中にあんまりいなかったんですよね。だからまあ画塾行って、こう実際に美術学校行ったりとか、こういろいろやってたんですけど、今ってもう本当にこう SNS がねすごい普及してるから、Twitter でもいいし、 YouTube でもいいし、 Instagram でもいいし、もう何でもね聞く場所もあるし、もう私が思う先生とのコンタクトが取りやすい世の中なんですよね。なのでネット上で教えてもらうみたいな話がずれたんですけど、結論的に言うと独学でも絵は絶対に上手くなると思います。まあでも独学のデメリットってもう一つ言うと、絵描き友達がそんなに増えにくいんですよね。私は学校が塾でいる子がもう100人いたら100人みんな絵描く子たちしかねもちろんいなかったので、絵描く仲間っていうのがすごい一気に増えたんですけど、やっぱ独学になっちゃうと一人とのこの自分との戦いになっ
ちゃうので、その周りで一緒に頑張る仲間とかっていうのは自分から動かないとなかなかゲットできないんですよね。私もね、今ちょっとオープンチャットを持ってたりとか、そこで声かけ仲間を増やしたりとか、まあいろんなこともやってるので、まあ、よかったらね、詳しいところは概要欄に全部載っけてるので見てみてください。はい、なので結論的に言うと、独学でも全然絵は上手くなります。ただまあその目標によるので、まずはね、上手くなりたいなーってぼんやりって考えてる感じだったら、どういう絵を描きたいのか、どこまで上手くなりたいのか、何の目標があるのか、まあ受験に合格したい、コンテストに優勝したい、友達の絵を描いてあげたい、お母さんに絵をプレゼントしたいみたいな感じで、自分の目標をまずは決める、そこからどうするかっていうのをぜひね一度考え直してみることも大事かなっていうふうに思います。はい、じゃあそんな感じで今回終わるんですけど、まあ実はね、この独学でいけるかどうかっていうのはね、1年弱前ぐらいに1回同じような動画上げてるんですけど、まあ今回はね2020年版ってことで撮り直してみました。じゃそんな感じで今回終わります。他にもいろいろ上げてるので、よかったら見てみてあげてください。じゃあそんな感じでバイバイ。